どうも山田です。はい、ポケモン GO ツアー関東、1日限定のですね、イベントが、終わって翌日でございます。この手のでかいイベントがさあった翌日っていうのは大体ね、なんかイベント薄めだったりするんですけれども、ナイアンティックさんがね、まさかの GO ツアー関東が終わった直後、翌日からですね、関東セレブレーションというイベントをね、1週間ドーンと始めていますので、今日はそのイベント初日でございます。なんですけど、今回のこの関東セレブレーションって割とこのポケモン GO ツアー関東、まあ、土曜日にあったイベントの結構その取りこぼしをね、回収できるよーっていうような、結構そこの意味合いが強い、イベントとなっています。なのでね、登場するポケモンとか、レイドバトルでね、こうポンと生まれてくる、ポケモン、こういったのは、結構その土曜日のラインナップと、同じような、やつらが出てきてますね。ちょっと試しにですね、実際にゲーム内ですね、今日やれることっていうのね、少しね、見ていこうかなと思います。はい、ですね、今回のこの、関東セレブレーションの期間中ですよね、だったら関東地方のコミュデ開催済みのやつらのコミュデ限定技っていうのをですね、これ覚えさせることが可能なんですよ。ちょっと一回見ていただこうかなと思うんですけども、今回の対象がですね、人影、ゼニガメ、不思議だね、それぞれの最終進化系ですよねの、御三家限定技、だとか、あとは海竜ですよね、が、流星群を覚えたりだとか、あとはイーブイのとっておき、ピカチュウの波乗りとか、この辺の技がね、今回ね、また、再収録可能という風になっています。で、これレイドバトルでですね、入手したポケモンとか、例えばそのピカチュウとかがね、今回レイドとか野生で出てるんですけども、こいつらもね、波乗り、どれは覚えてるみたいですね。はい、サングラスカネックスは久しぶりの登場ですね。よいしょ。はい、ということでこいつがですね、ハイドロカノン、はい、こんな感じで覚えてますね。ポケモン GO ツアー関東のチケットを購入している方とかだとね、タイムチャレンジとかさ、あとはまあいろんなタスクですよね、この時間内に出てくるこいつらを捕獲しろみたいなやつがあったんですけども、そういった対象もですね、取りこぼし、あ、このポケモン取ってなかった、まあ例えばなんかコイキングとか、そういえば取り忘れたわっていう方は、しっかりと野生のポケモンたちね、捕まえていきましょう。今回野生投稿でですね、登場するポケモンがね、違うみたいですね。後でもう一回そこをおさらいしようと思います。今回のこの関東セレブレーションで意識するべきポイントっていうのはですね、本当にまず第一は、関東、GO ツアー関東の取りこぼしですよね、の回収。あと僕個人的に思うのは、やっぱ飴集め、まあ、できることなら、ミュウツーとかの飴集めとかはした方がいいんじゃないかなと思います。ミュウツーね、次いつ来るかわかんないので、普通に捕獲して飴集め、あと XL の飴だよね。これどっちもね、需要があるので、TL40 以上の方は XL の飴も同時に集めて、そこにまだね、こう到達していない方、とかでも普通にね、ミュウツーの飴、強化のために絶対に必要だと思うんで、しっかり貯めていきましょう。はい、ですね、今、星1のですね、ピカチュウレイドの方に入ってみました。まあ、ちょっとね、レイドバトルのね、まあ、全員ね、技、今回限定技覚えてるよっていうのは、まあ、事前に言われていたので、まあ、おそらくね、ちゃんと取れると思うんですけども、まあ、自分の目でね、やっぱり確かめないとね。はい。これとですね、あと、まあ、メガだな。メガ進化のポケモンたち、メガレイド。あっちやった方がいいよね。今回さ、だってその、ブラストバーンとかさ、ハイドロカノンとか、覚えたての、覚え済みのか、の、こいつらをゲットできるってことでしょ？これもうやり得だよね。よし、とりあえずピカチュウさん、はい、撃破できました。はい。で、ピカチュウ、お前、ちゃんと波乗り覚えてっか？ねえ、ちょっと見してくれ。ささっと捕獲するね。はい、捕獲完了。技どうだい？教えてくださいなと。波乗りになってるね。オッケー。メガ進化やりたかったんですけど、人が集まらないですね。まあ、そっか。まあ、しょうがない。しょうがないね。ある程度ね、厳選できてたりするもんね。オッケー。一緒にやってくれるフレンドさん探そうと思います。はい。普通にやろうとするとちょっと厳しいね。まあ、しょうがないよね。実装されてるのは相当だってるポケモンたちだからね。ちょっとですね、今回じゃあ捕獲できるポケモンか。ちょっと見ていこうか。2月の27までですね、今回のイベントがその日までなので、までの、対象ポケモンたちなんですけど、野生でまず御三家がね、普通に出るんですよ。ビードル、ピカチュウ、ヒツブ、テピッピ、コダック、ヤドン、ゴース、ビリリダマ、コイキングと。はい。まあ、御三家と、あとは、まあ、僕、この中だったら、コイキング、ゴース。
はい、この辺はですね、雨集め&高個体値厳選というのをしたいんで、下のさ、ゴースト、コイキングってだってもうすでにね、メガ進化来てるじゃないですか。うん、で、まあ、御三家も同じく。っていう感じで、まあ、ビードルも一応その、メガスピアがね、いるので、まあ、メガ進化っていうのは来てるんですけどね。うん、まあ、優先度で言ったら今言った5匹よりは僕は低くていいのかなっていう感覚ですね。おこ結構ガラッと違うんですよね。キャタピー、ポッポ、オニスズメ、なんかすごい、初期の草むらに言いがちなやつですね。アダ、ニョロモ、アーボ、パウアウ、ワンリキ、クラブ、タマタマ、タツ、トサキントと。はい。なんかね、僕ポケモンゴーツアー関東のイベント期間中ですよね。やたらね、タツ見たね。はい。アーボは確か赤か。僕緑バージョン選んだんでね。赤バージョンの確かポケモンでしたね、これね。トレードのタスク終わってないって人結構いるんじゃないですか。土曜日に配布された、この辺のトレード系のタスクとかもね、これまだやれますので、はい。皆様、まあ、今からでも準備しても遅くありません。あと、ゴタマが、ベビー3種か、ピチュー、エレキッド、ブビー。まあ、これ強いからね。あと、謎の草、マダツボミ、モンジャラ、ミニリュウ。ミニリュウか。これ、レイドでも今回出るから、レイドと卵でね、まあ、流星群海流厳選みたいなのね。してみたい人はやってもいいのかななんて思います。で、これリサーチ覚えといた方がいいっすね。今回ね、カビゴンもいるんですよ。で、結構ハードルが低いです。レイドバトル1回勝つでカビゴンが出てくるタスクがね、今回あるんですけど、カビゴンがですね、色違いが実装になりましたからね。この前、ゴーツアー関東のレイドバトルとかタスクね、やったよっていう人結構いると思うんですけど、ここでカビゴンの厳選ね、できなかった人もね、多いんじゃないですか。まあ、各言う僕もそうなんですよ。レイドバトルね、結構参加はしたんですけれども、残念ながらね、カビゴンの色違いは今回、出すことができませんでした。なので、ここのタスクがですね、まあ、あんまりタスクのためにね、外いっぱいこう何時間も頑張るぞおーみたいなっていうのはね、ちょっとやらないんですけど、このカビゴン厳選っていうのはね、まあ、できるようだったらはい、ちょっとね、ゆるーっとやっていきたいなという思いはね、ちょっとありますね。うん。で、あとは普段そんなに厳選できなさそうなやつで言うと、ドードーとか、あとコンパンも最近野生だとこのイベント関係ないと昔ほどは見なくなりましたよね。うん。今ってさ、関東地方のポケモン以外にもめちゃくちゃいっぱいポケモン GO なんか実装されたんで、この関東地方にこう注目して着目して今回は、しかも全員も色違いで取れるっていう状況なんで、結構今回持ってない色違い厳選っていうのを狙い撃ちはしやすいタイミングだと思います。まあもちろん今後もね、例えば地面タイプとか虫タイプとか何か特定のやつらの出現率が上がるときにそいつらの厳選がドードーとか、あ、どうだコンパンとかディグダとかの厳選っていうのはもちろんできると思うんですけども、まあ今回で一つずつねちょっとね、進めておいた方がいいのかななんてちょっと思いますね。でこれは残念なんだよね。伝説レイド、フリーザー、ファイヤー、サンダー、ミュウツー、昨日みたいに限定技覚えてないんですよね。昨日ねミュウツーの厳選をねメインでちょっと僕頑張ってみたんですけど、色違いは出て 100% とかは出なかったんですよ。うん。まあミュウツー今までのね、こう開催、まあ昔の開催とかで 100% 自体は抑えてるんですけど、やっぱねミュウツーはね100何体いても実用的だから増やしたいのよ、シンプルに。まあ今回100引けなかったけど、アメとかエクセルのアメっていうのは入手できたんで、まあ全然なんか取れなかったかって感じじゃないんだけど、あとはフリーザー、サンダー、ファイヤーですよね。まあこいつら含めてだけどね、山頂とミュウツー、限定技は取れないけど、限定技ってすごい技マシンスペシャルとかね、辺使えば後からでも覚えさせることができるじゃないですか。なので今回のこの、まあ関東セレブレーションの期間中も伝説の高個体値っていうのは低く需要はもちろんあります。うん。なので、雨集め兼個体値厳選っていうのはですね、もう一週間ちょっとね皆様やってみてもいいのかなと思います。メガレイドもうちょっと人集まんないかないやエナジー貯めたくない、普通に。うん、僕は貯めたいんですよ。うん、まあでもしょうがないなんか最近ね、なんかメガレイドってなんか伝説に比べると人集まんないよねみたいな、なんかそんな動画をね出したんですけどね。うん、それを今日すごく実感してます。でですね、実は、昨日のですね、ポケモン GO ツアー関東のタイミングでですね、僕、そういえば動画で、本当は撮るべきだけど、撮ってなかったなってやつがあるんですよね。色違いメタモンです。昨日ね、チケットを購入して、イベント参加していた方はですね、こちら、タスク進めることでゲットチャレンジができる、メタモンなんですけど、僕、そこまで終わらしてあります。もう下の続行リサーチもね、もう出て、ちょっと進めたいなと、ギフト、これ送んなきゃなって思ってるところなんですけども、いやー、ギフトがね、足りないですね。ギフト回収ちょっとね、どっかでしないと。とりあえず、色違い違いメタモンちょっと見ていきましょう。よいしょー。いやー出たー。332はねそんな強くないやつだね、これね。ハイメタモンを捕獲
できるー。ありがとうございます。ということで色違いメタモンゲットぜー。今回のこの機械以外で入手できる気はまあしないよね。個体値見ていきましょう。ババン、なんとも言えないね。うん、まあどっちかというと弱いやつですね。まあいいんです、記念品だからね。あとはまあこの続行リサーチの一番最後ですよね、まで行くことで、色違いのミュウが、入手できるんですけども、この続行リサーチ、今僕ね1ページ目のまずこのギフト151個送るっていうので、まずそもそも僕フレンドの数が100、150は一応超えてるんですけど、もう正直ギフトのやり取りとか全然してないような、向こうからギフト送られてこないし、僕もギフト送ったけど、なんか、ずっと開けてくれてないな、みたいな、何ヶ月も開けてないな、みたいな、フレンドさんとかも、まあまあ、いるので、正直、全員に一個ずつギフト送っても、一日じゃ終わんないんですよ、僕。だから、まあ、活発なね、フレンドさんと、まあ、ギフト送り合って、あと、まあ、僕が、あれなんですよ。家の周りのギフトって正直送ら、そういう人結構いると思うんですけど、家の周辺のギフトは、普通に出さないようにしてる。ステイホームしてるとね、集まんない。このリサーチの後半戦ですよね。後半っていうか、この 2ページ目かな、確かね。4分の2のところがね、ちょっとえげつないらしくて、30日連続で確かポケモン捕まえるとか、うん。ミュウが、最短で1ヶ月かかるっていう感じの設定になってるらしいです。はい、まあ、早い人はね1日2日で、ね、初日昨日の時点とかでね、もうギフトうわーってもう送っちゃって終わってる人とかね出てきているので、その辺の情報がねもう出てきてるんですけど、まさかですね、激渋の設定でしたね。なんかね、どうせそんなかかるんだから焦らなくていいよねっていう風にはちょっと思ってますね。まあ、なので今回チケット買ったけど、この限定リサーチの続行リサーチかの1ページ目はしんどいわと、うん、でも頑張っていそうみたいな、2ページ目3ページ目早く見たいわと思ってる人は2ページ目でどうせ1回積むので、ご自身のペースでやっていくのがいいんじゃないでしょうか。最後に今回の関東セレブレーションのですね、タイムチャレンジですよね、イベント期間中のみ、こなすことができるタスクですよね。こちらのまあちょっと中身についてね、詳細も出ていましたので見ていこうと思います。なんか自分で埋めてちょっと中身知りたいよ、ネタバレ嫌だよって感じの方はですね、この動画ここで終わりっていう風にしちゃうか、エンディングまで飛ばすか、していただければなと思います。まず4分の1ですよね、1ページ目のタスクですよねが、ポケモン5回強化、ポケモン6匹送る、ポケモン20匹捕まえる、これデフォルトででも見えるやつですよね。これの報酬はそれぞれパラス石粒で、サイフォンと、ね、なっています。全タスク達成報酬で今回、不思議花のメガエナジーが1ページ目で入手できるんですよね。あとはまあ捕獲でイワークか、今回エナジー40ということで、一度進化した後のですよね、メガ進化を一度した後の2回目3回目の消費エナジーっていうのが、これ1回ねこのタスクをこなすだけで入手できます。なのでまあ皆様やっといた方がいいのかなと思います。不思議花とかね、この辺のですねやつってね、やっぱり普通に強いのでね、優秀な、メガ進化のポケモンのエナジーがまあタスク結構簡単なねタスククリアするだけで入手できるっていうのは非常にありがたいかなと思います。2ページ目ですよね、ゴーロケット団の下っ端を3回倒す、シャドウポケモンを2匹捕まえる、ポケモン20匹捕まえる、これでアーボスリープドガースと、いった感じですね。まあ、なんかロケット団が本当出してきそうな、ポケモンたちですね。全タスク達成報酬でベトベタ経験値、あとはリザードンの、メガエナジー、3ページ目が、水タイプのポケモンのゴースナップショットを写真と、人出まんでるやんけお前、ヘア出るヘア、はい、皆様3ページ目まで必ず進めましょう。あと水タイプのポケモン20匹捕まえる、ポケモン25匹捕まえる、シェルダーとメロクラゲですね。で全タスク報酬でまたこれはカメックスか、のエガエナジーが入手できるのと、オムナイトが手に入りますよと。すごいですね、もう御三家全員ねエナジー手に入りますね。そして最後が、10回強化、ポケモン10回強化でポリゴン、ギフト3個送るでルージラ、ポケモン25匹捕まえるでイーブイと、いう風になっています。でこれの報酬がプテラと経験値と不思議な目1個と、あ、最後エナジーもらえないのか残念ですね。この関東セレブレーションのタスクですよね、タイムチャレンジが、まあ、1週間、期間ね、限定になっておりますので、それまでに進めておきましょう。まあ、めちゃくちゃハードル高いかと言われればそんなこともないので、まあ、ゴーロケット団の下っ端っていうのもこれ気球でもまずいいし、倒した後にゲットチャレンジシャドウポケモンね、行くじゃないですか。まあ、まあ2体だったら1週間あれば多分まあ余裕なんじゃないですかね。はい、まあ、水タイプのポケモン20匹捕まえるとかも今回ね、まあまあ出てます。うん、野生でもお香でも水タイプいたので、はい、この辺ね、取っていれば割と全部
部すんなり終わるんじゃないかな。はい、あの毎日ぼちぼちねやっていれば自然と、集まるのかななんて思います。はい、ということで、ゴーツアー関東が終わって、関東セレブレーションのイベントとなっております。まあ、あの普通にね、あのそこまでこう気張らずにねやれるイベントかなと思います。ただ、まあ、あのガチってね伝説の雨源泉 XL の雨もらうぞとかね、ミュウツー源泉この機会やるぞみたいな感じでこう気合い入れようと思ったらいくらでもねやれちゃう、そんな感じのイベントなので、まあ、まったりやる方と、がっつりやる方、まあ、これ両方ともいるのかなと思います。はい、でですね、ちょっと本当はね今日ねこのこんな感じで動画撮るのか、それとも別の話題をなんかちょっと悩んだんですよ。で、別の話題って何かというとですね、まあ、昨日のねイベントの話なんですよ。ポケモンGOツアー関東ね、僕動画撮影してる時めちゃくちゃ楽しかったし、イベントもね、まあ、あのほら昨日あの朝の9時からさ、もう夜までずーっとイベントだったじゃないですか。ずーっとやってたのよ。すげーいいイベントだなって思ってた一方で、まあ、今回のそのGOツアー関東に関してのナイアンティックさんがちょっとあの不具合を出しちゃってたりとかね、あと告知の文章とかでえみたいないうので、イベント当日および翌日、まあ、今日の朝とかですけどにえっていう風に結構その なんでこんなことになってんのっていう風にこうちょっとキョトンとしてたりとか、まあ人によってはねちょっとこうあのまあ怒っちゃってる方とかね、そういった方が結構いたので、まあそういった話題についてね、まあちょっと動画撮ろうかなとは思ってます。うん、なんですけど、まあ今日はね、そこではなくて、まあちょまあ関東やってるから、関東セレブレーションやってるからね、そっちについてね、収録って感じになってます。明日とか明後日ぐらいかな、まあ思うところありっていう感じなんで、はい、おそらく動画で、出すかなと思っております。まあ明日以降ちょっとお待ちください。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまた Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。ヤマチャンネル公式 LINE スタンプできました。概要欄からチェックしてみてください。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。